ないで、このみちゃん。私、どうしたらいいの？そんなの聞かなくたって、もう答えは出てるでしょ？でも、怖いの。私のせいで、はるちゃんが傷つくのが。じゃあどうするの？はるまくんを諦める？なのかさ。もう、はるまくんは好きって言ってるんだから悩むことなんかないでしょ。きっとお姉ちゃんのことまだ全部思い出してないんだよ。思い出したって言ってたよ。私をお姉ちゃんだと思って好きになったんだよ。そうじゃないって言ってたでしょ。私がお姉ちゃんのふりをして自分の都合のいい思い出ばっかり教えてたの知らないんだよ。お姉さんの記憶だけ抜けてたのを知ってるんだから察しがついてるって。でもどうしてあなたはそうネガティブ思考なの？だってはるちゃんが私を好きになるなんて信じられないの。好きになったんだよ。このみちゃんの努力が報われて、それぐらいのことしてたの、あなたは。私は、お姉ちゃんを忘れさせようとしてたんだよ。はるちゃんを死なせたくないっていう、自分勝手な都合で。恨まれるんならわかるけど、好きになるなんて。誰に似たんだか、私だってそこまでネガティブ思考じゃなかったよ。え？昔っからこの実は枝毛一本見つけちゃため息ついて、そういうところ全然変わってないね。この身がいらないなら、私がハルくん取っちゃうよ。なのか…まさか、未だに脇の下のほくろ、気にしてたりして。嘘…どうしてなのかさんが…この身のことなら何でも知ってるよ。小学校の頃なんか、さあ学校とか言って、お風呂の中で遊んでたり。あれはお姉ちゃんが。そ、お姉ちゃんなの？ただいま、このみ。嘘。だってお姉ちゃんは、なのこさんは、え？この身は幽霊って信じる？おっす、ハルマ。記憶戻ったんだってな。いいってことよ、気にすんな。ハルチン、私のことも覚えてる？
こら、妹の彼氏に抱きつこうとすんな。グルジー。ああ、お前に近づくための苦肉の策だ。勇気がボランティアなんて似合わないって言ったんだけどね。たまに町内会のゴミ拾いに参加してんだぞ。でも春馬くんが元気になってよかったです。私は別に。春馬くんが大変な時にそばにいてあげられなかったのが残念です。私のことは今まで通りレオナでいいですよ。すぐに慣れますよ。少しの間だったから、これからは堂々とこの身と友達でいられる。それは春馬先輩も同じ。それがな、我が妹が部屋から出てこねえんだ。ん？コナちゃんどうしたの？詳しい話はガキンチョから聞いてくれ。人に物を頼むときはそれなりの態度があるでしょう、お兄さん。くそ、調子に乗りやがって。ののかちゃん、こいつらに説明してやってくれ。よろしく頼む。ののかちゃんが好みのことは任せろって言うからよ。ちょっくら偵察に出したんだ。うん、話聞いてきたよ。ブー、好みのことなら私に言えばいいのに。まあまあ、ナノカちゃんとコノちゃんは一緒に暮らしてるんだし。だから何？私の方が付き合いは長い。張り合ってどうすんのよ。それよりナノカさんのお話を聞きましょうよ。そうだ、みんな心してナノカちゃんの話を聞け。まあ簡単に言えば自分に自信が持てなくなっちゃったのかな。違う違う、ずっとお姉さんの真似してたから春馬くんの気持ちが信じられなくなってるの。私を好きになったんじゃないのかなって。なんだ春馬、まだ好みに言ってなかったのか。
ドアぶっ壊してでも入れよ。大丈夫、このみちゃんもしっかり聞いてたよ。でも素直に受け入れられないみたい。頭じゃ分かってても心がついていかない時もあるんだよ。そこで私に提案があるんだ。お、やるじゃねえか、ナノカちゃん。解決策まで用意してるた、大したもんだ。ふっふん、任せてよ。それで、ナノカちゃんの提案ってどんなの？みんな、明日は何の日か知ってるよね。おい部長さんよ、しっかりしてくれよ。明日は文芸会ですよ、アルマくん。婚姻屋のごとしってな、時が過ぎるのは早いもんだぜ。ハルチンは二日も寝てたから余計にそう思うんじゃない？メルヘンチックな劇になりそうだな。その点はご心配なく、ちゃんと私が連れてくよ。私が頼めばこのみちゃんは言うこと聞いてくれるの。自信満々だね。要注意だから、あんたはライバル意識持たなくていいって。バッチリ、とっくに完成してるよ。小道具も用意できてんぞ。お前にはお前の役割があんだろ。台本見ながらやればいいでしょ。後でコピーして渡すね。そんじゃまあ、とりあえず明日の文芸会に向けて一丁やるか。ハルチンとコノちゃんの仲直り大作戦も兼ねてね。みんなよろしくね。おう。ゆうきくんの方はどうなの？
モチ、連れてきたよ。おい、なんで俺が劇なんかやらなきゃいけねえんだよ。こんだけ人がいてまだ足りねえのかよ。裏方にも悪子だっているの。背景に越したり。ちぇ、なんのくせえな。はい、決まり。これで役者は揃ったかな。はい、いつでも始められます。お客さん、そこそこ入ってるよ。事前に宣伝したからね。そういう約束だったでしょ。マーニン。昔々とある大きな国の外れに貧しい三姉妹が暮らしていました。長女の名前はチュンニーナ。町に行ってお花を売るのが日課です。今日はたくさんお花が売れるかしら。その国の王様がとあるお触れを出して町中が大騒ぎになりました。聞けい皆の衆、この度王子が成人の儀を迎えた。よって王子の妃をめとらなければならん。我こそはと思う女は城に集まるがよい。ほうほうほう。相手が見つからず、王様は町民から結婚相手を選ぶことにしたのです。この噂はすぐに三姉妹たちの耳に届きました。王子様の妻になればお母さんの治療費を恵んでもらえるんじゃないかしら。ええ、きっとそうよ。お姫様の母親になるんだもの。いいお医者様も紹介してもらえるわ。
でも私たちみたいな貧乏人じゃ相手にしてもらえないと思うの。諦めていたら何も変わらないわ。試しにお城に行ってみましょうよ。ええ、お姉様の言う通りよ。はい。二人の姉に反して何やらこのリーンは気が乗らない様子。どうしたんでしょう。さて、お城ではたくさんのお姫様候補が集まり審査をされます。礼儀作法や言葉遣い、さらには縫い物やお料理など様々な課題を出されます。しかし三姉妹たちは見事に課題をクリアして最終候補まで残りました。最終審査の課題は王子様に贈る最高の花束を持ってくることです。三姉妹たちは悩んでしまいます。どうしましょう。私たちが売っている質素なお花じゃ王子様に失礼だわ。でもどんな花ならいいのかしら。王子様ってどんな方なんだろう。それがわからなきゃ。三姉妹たちはそれぞれで用意することにしました。違うものを用意した方がお姫様に選ばれる確率が高くなるからです。そしていよいよ最終審査の日がやってきます。異国の珍しい花です。ジュンニーナは隣国に赴き珍しい花を摘んできたのです。しかし王子様は受け取りません。ひどいです、王子様、死にやがれです。ジュンさん、アドリブだよ。両手いっぱいの花束です。アーヤはカゴいっぱいに花を詰めてきました。しかし王子様は顔色一つ変えません。何でもいいっていうやつに限ってイチャモンつけんのよね。彼さ、人形が出てますよ。やば。そして最後はこのリーンの番です。どうぞ王子様。このリーンは
様は不思議に思って尋ねます。この花はやがて種を産みます。その種が芽を出して多くの花になります。私はこの国がますます繁栄しますようにと願いを込めてこの花を贈りました。その言葉を聞いて王子様は思い出します。実は王子様には意中の女性がいて、候補者選びを中止するよう王様に願い出ていたのです。その女性とは隣国に住むお姫様でした。隣国は数年前他の国に攻められて滅びてしまったのです。王子様はこのリーンに幼い頃から好きだったお姫様の姿を重ねます。そう、実は三姉妹たちは隣国から逃げてきたお姫様たちだったのです。三姉妹たちは追っ手から身を隠すためいつも顔を汚し貧しい格好をしていました。そのせいで王子様もこのリーンが意中の女性だとは気づきません。私も聞いてないよ。どうなるのこの劇。その時魔法使いが現れこのリーンに魔法をかけました。その魔法のおかげでこのリーンの髪がみるみる伸びてお姫様だった頃の綺麗で美しい髪になりました。そして王子様はこのリーンの正体に気づきます。ハルマ、お前のセリフだ。みんなアドリブでやってたろ。このみちゃんに伝えたいことがあるんだろう。私もずっと好きでした。はるちゃん、パチ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 。おえ、兄貴、無粋な真似はやめようぜ。け、ガキどもが
色気づきやがって。こうして王子様とコノリーンは誓いのキスを交わして結ばれました。めでたしめでたし。よかったね、このみ。呼び出してごめんね。ハルくんに言っておかなきゃいけないことがあるんだ。待って、言わないで。ダメだよ。こうしなきゃこの身の不安は一生解消されないでしょ。でも、もしかしたら。それを今から確かめるの。私が綾菜なの。榊の綾菜、ハルくんの幼なじみで好みのお姉ちゃん、ジュンニーの妹でもあるかな。幽霊みたいな感じで一時的に帰ってきたんだよ。私の言うことが信じられないの？昔からハルくんって頭が固いんだよね。そういえばあの時も意地張ってたの。修学旅行のフォークダンスで私がクラスの男の子と踊ってるところの写真を見た時のこと。週間は不機嫌だったもんな。あたしは3日で許したもん。それはあたしが言ったんじゃないって、クラスの子が勝手に言いふらしちゃったの。くれた。さっきからそう言ってる。ちょっと分けありでね。あたしね、ずっとハルくんが好きだったの。お姉ちゃん、ハルくんが好きで戻ってきたの。だから付き合ってほしいな。お姉ちゃん、この身は黙ってて、今は私の告白タイムでしょ。私が好きだったんじゃないの？だって。よかったね、このみ。これで安心したでしょ。私が大丈夫だって言っても、この身が信じてくれないんだもん。だって
よし、それじゃあ後片付けに戻ろっか。私のうち誰もいないんだよ。もうそうじゃなくて、二人きりになれるってこと。はるちゃんは私と二人きりになるの？しようと思ったら綺麗に片付いてて、お姉ちゃんのお洋服とか全部なくなってるの。どうしよう。わからないよ。この見え、私宛ての手紙だ。この身に手紙を書くなんて初めてだね。ちょっと緊張しながら書いてます。言いたいことがありすぎて何から書いていいのか迷っちゃう。でも全部書いてたらこの身が返ってきちゃうから一つだけにしとくね。この身はもっと自信持っていいんだよ。自分じゃ気づかないかもしれないけど、この身だって人より素敵なところがいっぱいあるんだから。この身は私より劣ってると思ってるけど、全然そんなことない。はるくんのことだって私でも叶わないことが一つだけある。それはこの身の方が先にハルくんを好きになったってこと。この身は小さい頃からずっとハルくんのことを男の子として好きだったよね。おままごとした時もいつもハルくんのお嫁さん役をやりたがってたし、あの時私はお母さん役がやりたかっただけなの。お父さん役は誰でもよかった。大きくなったらハルくんと結婚してるんだろうなとは思ってたけど、幼馴染以上の感情はなかったんだ。
私が初めてハルくんを男の子として意識したとき、この身と差がついたなと思ってたの。もちろんハルくんを好きな気持ちは今でも負けてるとは思ってないよ。でももしこの身が先に勝負を仕掛けてたら、私が生きてても今と同じ結果になってたかもしれない。だからもっと自信を持たなきゃ。この身は好きな人のために自分を犠牲にできる強い心を持ってる。それは必ずハルくんのためになる。困ってる時に力になってあげられる。その点私はダメ。好きな人に甘えるばっかりで何もできなかった。この身も私と同じネガティブ思考の持ち主だから、自信を持てなんて言ってもいきなりは無理だと思う。だから私から一つアドバイスを送るね。不安になったらハルくんのことを信じて。ハルくんの言うことを鵜呑みにするの簡単でしょ。女の子はね、誠実な人を見分ける目があればちょっとぐらいバカな方が幸せなんだよ。この身はハルくんを信じるの得意でしょ。私は元の世界に帰ります。さよならも言わないでごめんね。この身やハルくんの顔を見たら絶対泣いちゃうから。私は最後までこの身に尊敬されるお姉ちゃんでいたいの。私を探しても無駄だよ。死ななきゃ来られない世界に行くんだから、寿命が来たら会いに来て。それまではハルくんと末永く幸せでいてね。もしハルくんと喧嘩なんかしたら7日になって化けて出てくるから覚悟してよ。せいぜい私のお墓の前で2人の幸せっぷりを見せつけちゃってよ。その方が私も諦めがついて、あの世でいい人が見つかるかもしれないし。それじゃ、この身、今までお世話になりました。少しの間だったけど、一緒に過ごせてよかったよ。お料理、頑張ってね、あやな。やっぱり元の体はいいな。おかえり、あやな。どうだった？うん、振られちゃった。最初からそのつもりだったんでしょ？でも、辛いよ。私、頑張ったよ。お姉ちゃんの役目、果たせたよ。ええ、偉かったわね、あやな。
姉ちゃんに見せてあげるんだから。いい加減、私たちが喧嘩してたらお姉ちゃんお化けになっちゃうんだよ。聞いてよお姉ちゃん、はるちゃんってば、私が作ったお料理美味しくないって言うんだよ。だって何食べても美味しいしか言わないんだもん。考えて作ってるんだもん。それにね、この前なんかあまねちゃんと手つないでたんだよ。許せないよね。しばらくそのまま手つないでたもん。お姉ちゃんの前で口を言ってたらまた会えるかなって。ごめんなさい、本当は不満なんて全然ないの。はるちゃんがそばにいれば私は幸せ。姉ちゃん、ありがとう。今の私がいるのはお姉ちゃんのおかげだよ。今、お姉ちゃんの声が聞こえた。私とはるちゃんの赤ちゃんが見たいって。そればっかり。でももうしばらくははるちゃんと二人でもいいかな。今すっごく幸せなんだもん。